こんにちは。ゴツゴツした体型を歪みのないバレリーナ体型へと導く専門家のさきです。今回は腕を回すだけで食べても太らない痩せ体質に変わる肩甲骨エクササイズをやっていきます。肩甲骨最近動かしていますか？肩甲骨が動かないと血流が悪くなり代謝が下がり痩せにくい原因になってしまいます。今回のエクササイズ、腕を回すだけで肩甲骨がカチカチの方も簡単にできるエクササイズになっていますので、ぜひ私と一緒にやってみてくださいね。それでは始めましょう。それではまずは腕を回す動きから始めていきましょう。片手を上にして反対の手で肩甲骨の少し下のところをつまんでいきます。つまんだまま腕を大きく回していきましょう。軽く触れるだけじゃなくて反対の手で少しギュッと押さえるようにしていくことがポイントです。できる範囲で大丈夫なので大きく回していきましょう。この肩甲骨につながっている筋肉たくさんあるんですが、その一つ一つをしっかりほぐすことで肩甲骨を柔らかくすることができます。今日のストレッチでは、一つ一つの筋肉をじっくりほぐしていきます、いいですね。だんだんやってるうちに回しやすくなってくると思います。はい、 OK です。では反対に変えていきましょう。反対も肩甲骨の少し下のところを腕ギュッとつまんでいきます。はい、ゆっくり回していきましょう。はい、この辺りも、リンパや老廃物がこう溜まりやすい部分なので、しっかりほぐして流していきましょう。はい、ゆっくり回していきます。こう最初は、痛いと感じる方も、いるかもしれないです。硬くなっている人ほどこの辺り痛いなと感じる方も多いと思うので、少しずつ強さを調節してやっていただけたらと思います。はい、深呼吸しながら続けていきます。いいですね。普段なかなかこう腕回したりっていうことも、特に運動不足の方とかは少なくなっていると思うので、この機会にしっかり腕肩周り動かしていきましょう。 OK です。では両手を肩の上に乗せて今度は肩を回していきます。はい、では肘が天井の方を通るようにしてぐるーっと大きく回していきます。なかなかこの肘がこう天井の方に向けるということも、硬くなっている方は難しい方もいらっしゃると思います。ご自分のペースで大丈夫なので、少しずつ少しずつ取り組んでみてください。深呼吸しながらゆっくり回していきます。肩甲骨と姿勢はすごく関係があるので、肩甲骨姿勢が悪くなっている方は肩甲骨硬くなってしまっている方とても多いです。でそれによってこう肩に痛みが生じたりとか肩こりの原因になったりもするので、健康面でも美容の面でも肩甲骨はしっかりほぐしたい部分です。はい、あと少しです。 OK です。では両手を下に下ろして、今度は少し腕を大きく動かしていきます。では手を前にして8の字を描くように腕を大きく動かしていきます。これは特に呼吸と一緒に行うのがポイントになります。息を吐いて吸いながら胸を開いて繰り返し行っていきましょう。さあ、腕できるだけ大きく柔らかく動かしていきます。腕を少し後ろにぐーっと持っていったら、今度はしっかり前に出していきましょう。この肩甲骨とか腕と背骨全部つながっているので、どこか一つでも硬くなってしまうと、姿勢が悪くなってしまう原因になります。はい、しっかり
柔らかい肩甲骨作っていきましょう。あと少しです。はい、 OK です。では次、少し足の形を変えていきます。足をこんな感じで前後に開いていきましょう。片手を床に置いて片手を上にしたら、この手を反対の脇の下にぐーっと入れるようにしていきます。今度はそこから胸を開いて、でお顔は手の方を見ていきましょう。息を吐きながら背骨をぐーっとねじってから反対に回していきます。はい、では繰り返します。手を中に入れたときは背中をぐっと丸めちゃって大丈夫です。こっち側逆にぐっと胸を張って背骨伸ばしていきましょう。はい、では続けていきます。首と背骨、肩甲骨もつながっているので、少し顔の向きも見ながらやってみてください。腕の方を見て、反対の時も手の先の方を見ていきます。はい、 OK です。反対いきましょう。では同じように膝を曲げていただいて OK です。では床に手をついたら、胸を開いたところから背中をぐーっと丸めていきます。はい、息を吐きながら吸いながら胸を開いていきます。両方とも手の動きを目で追うようにして、首も一緒に回していきましょう。で、結構こういう上半身のエクササイズをやっていると、肩に力が入ってしまう方もすごく多いんですね。気づいた時に首や肩の力を抜いて、リラックスして行っていきましょう。力が入ってしまうと筋肉がギュッとこう固まってしまって伸びづらくなってしまいます。気持ちよく呼吸しながら繰り返します。ゆっくりで大丈夫です。ラスト OK です。ではもう一度座っていきましょう。はい、では腕を後ろに引いて、手首を少し曲げたままくるくると腕を回していきましょう。肩甲骨を寄せて行っていくのがポイントです。横じゃなくて少し後ろで胸の筋肉ぐーっと伸ばした状態で行っていきましょう。はい、肩甲骨柔らかくなると上半身のむくみもすっきりします。だんだんね、不思議なぐらい体がポカポカしてきます。しっかり力を抜いて気持ちよくほぐしていくのがポイントです。肘は曲げないように気をつけていきましょう。肩を下げて首を長く保っていきます。OK です。いいですね。その調子で頑張りましょう。はい、OK です。ここまでバッチリです。では両手を今度上に上げていきます。では肘をぐーっと曲げて、もう一度ぐーっと伸ばしていきます。少しこう大きく手を振るような感じ、両手で大きく手を振るような感じで、腕がこう遠くを通りながら動かすイメージで行ってみてください。肘を曲げた時は肩甲骨ぐーっと寄せるように肘と肘同士を近づけていきます。そうするとしっかり肩甲骨の筋肉を刺激することができます。上に上げた時は手を軽く肘を曲げていきましょう。そのまま続けていきます。このエクササイズは背中の引き締めの効果も高いエクササイズです。背中のたるみが最近気になるなという方はぜひやってみてくださいね。はい、 OK です。では最後頑張っていきましょう。両手を横に伸ばして準備していきます。では両手の肘を曲げながら
上下に動かしていきます。さあ、この動きも肩をしっかり下げた状態でできるといいです。で、初めはこうたくさん肘を曲げるの難しい方もいると思うんですが、たくさん曲げなくても大丈夫、できる範囲で大丈夫です。慣れてきたらだんだん大きく動かしていきましょう。続けていきます。さあ、肩から大きく動かしていきましょう。深呼吸忘れていないですか？こうね、気持ちよくほぐすためにはやっぱり深呼吸して、気持ちからリラックスしていくことが大事です。さあ、結構背中、肩甲骨に効いてくると思います。あとちょっと頑張っていきましょう。皆さんお疲れ様でした。実は大人になると肩甲骨を動かす機会ってぐっと減ってしまうんです。肩がよく凝るなという方や、最近腕が動かしづらいなという方は要注意です。今回のエクササイズをやってみて気持ちよかったなと感じた方はぜひ続けていただくと、脂肪が燃える痩せやすい体に変えることができます。まずは2週間私と一緒に頑張りましょう。このチャンネルでは今回のように体が硬い方や運動が苦手な方でも気持ちよくできて健康的で美しい体になれるエクササイズやストレッチ、食事についてのことをバレエ経験とパーソナルトレーナーの知識を生かして配信していきますので、まだチャンネル登録していないよという方はぜひチャンネル登録をお待ちしています。公式 LINE ではバレリーナのような美しい体型になるための無料ダイエット診断を行っています。自分に合うエクササイズや食事方法がわかる解説動画が届きますので、興味がある方は概要欄の公式 LINE からお友達追加してやってみてくださいね。パーソナルトレーニングでしっかり体を変えていきたいという方は概要欄のプリマのホームページをご覧ください。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。